それはやっぱ先輩が出すんですか、誘った方が出すんですか、どうなの、どうなんですか、先輩が出すですね、先輩が出すんですか、100そうでしょ、あ、そうか、いや、わかんないです、なんかそういう世界のルールがあるんかなと思って、そのいい投球した人が験担ぎでおごるみたいながあるのかなって思ったりしたんです、いや、もうどんだけ年俸が差があっても先輩が出す、じゃあヒロ投手が出すときはないんだね、もしここで2人で行っても、まあでこの2人が一緒にいたらどうすんの、ああ、確かに、うん、悪っすよ、悪んだ、同級生だからピッタリバンド、いや、あ、だとしょっちゅう行くんで2人でご飯なんて仲いいもんね、はい、だから高校僕次で行くみたいな感じでようやってるっすね、最近何食べたんですか、最近は焼き鳥を食べに行きました、2人で2人で仲いいね、仲良し。